カートの丈、うん、ああ丈ね、これぐらい見えてますね。見えてます、見えてる、これぐらいです。すいません、わかりづらくて。次がワンピースです。この紐が腰にも腰に巻けるんですけど、前で結んでもいいし、後ろで結んでもいいし、なくても着れます。さまざまです。こんな感じ。電車もある。難しい、こんなところですこんなになんてやったことないからです。4時ぐらいまでいるので、あ、もういい、もういいですか、紹介は。え、もうまた、また4時、16時ぐらいまでいます、いる予定です。会えるの楽しみ、楽しみです。そう、待ってます。次がこれ、トップスなんです。トップスにもできるし、インナーにもできるし、後ろはこんな感じ、ちょっと開いてて、でカップも入ってるので1枚でも着れます。次これカーディガンです。これもちょっと気持ち短めで、ギンガムチェックのカーディガンどうしても作りたくて、結構生地も薄いので、1枚でも着れます。どうしよう。次パンツです。見える？なんか裾が、あ、やだ踏んじゃった。裾が広がってるので、シルエットもすごい綺麗です。こっちがグリーンのグリーンのギンガムチェックで、こっちはなんか薄オレンジブラウン、ブラウンでした。え、オレンジ、薄オレンジ、薄いオレンジです。その T シャツはって聞いてますね。男性でも着れますよ。この T シャツ、元は私ちょっとでかいので、ここ折ってインしてるんですけど、本当はこのくらいです。男性も全然着れると思います。おすすめ。緊張しちゃった。そうか。次はお気に入りのスカートです。花柄の3段のスカート、ね、夏にもぴったりです。これカーディガンですけど、結構薄めなので、今の時期とか、あとこれから梅雨が来るから、ちょっと羽織にもおすすめです。これやってない。これはトップスなんですけど、長さが結構あるので、長さが結構あるので、なんかデニムとかに合わせても着やすいです。あとインにして、あ、そうですね、インにしても、インにしても、地味にならないように、ここに少し特徴があります。あ、そう、チュニック、そうだ。これはサロペット左右対象なんですけど、
これ着ないか分かんないかも。着た写真を後で載せます。で最後はデニムのワンピースなんですけど、もうとっても高めなので結構足も長く見えると思います。です。2時までいる、あ、4時までいる予定なので、よろしかったら遊びに来てください。原宿です。バイバーイ。